はい、えー、それではですね、あの今回は2021年向け合格目標エルゼビ秋、えー、生あ冬生ですね冬季生って書いてるわ。それのスペシャルクラスということで、えー、レクセンリン講師宮口聡氏がお送りいたします。どうもおはようございます。こんにちはこんばんはということでね、はい。 えっと私がですね、このエルゼミあいつもはですねあのエルゼミスペシャルという,う名目でやらせていただいておるんですが今年はですねコロナの影響もあって開始時期があ、まあ、こういうもう本当に冬ですね秋を通り越してですね、まあ、そういう状況です。で まあ、大体どのクラスもですねどの先生のクラスもあ12月上旬からあ始まるんですけども、まあ、私とあの安西先生のタッグを組んでやっておるわけですが、まあ、この点がまず特徴ですね一つはね他の先生は、まあ、単独でやっております。えー、私のクラスはこの安西先生と タッグでやるでこのエルゼミスペシャル、まあ、実績にはその,その流れを組むクラスなんですけども、えー、2013年からあ続いておりましてまあ9年目とというこです年間あの実績をね、まあ、出し続けておるということでえーまあ、来年 10年目になるんですけどね。あの今年は9年目ということになります。はい。えー、そしてですね、まああのー、私と安西先生がタッグを組んでやる関係上ね、あのー、まあ交代交代、交代交代というわけでもないですけど、まあ私が出てきたり安西先生が出てきたりバランスよくね、えー、入っております。 まあ右側だとほ,ほぼ交代交代ですけどねええ翌週ごとにまあそんな感じになっております。で、えー、まあ講義の特徴ですけどね、まあ、私と安西、まあ、先生はあの私の講座を、えー、2011年に受けて。 2012年に受かったのかな違うか2011年目標の入門講座だったんだけど、まあ、1回で受からずに、まあ、2回で受かって、えー、便利子となってそれでまあ私の流れを組むということでね一緒にタッグを組んでおります。はい、で、まあ、特徴としてはですね、まあ、他の先生と同じ問題を使わせていただきますからその点はまああの特徴にはならないかなと思うんですけどね。 あの私があの特にオリジナル講義という部分がございますけども、えーまあ、そこで私がですね、えー、2回ばかし出てきますけどここはね一行問題対策をやろうかなというふうに思っております。まあそういうことで大体、えー、ゼミというのは当連 をイメージされると思うんですけどもこのオリジナル講義私が担当するそこは一行問題に特化したインプットの授業だとご理解くださいあとはもうだいたいね、えー、特日60分でしょで衣装書評は90分ですからあまあ当連そして、えー、それぞれの先生まあ私の会は私が採点するし 安西先生の会では安西先生が採点すると。まあ、そういう感じです。はい。で、ええー。まあ、答、答練。がね、まあ、答案が、あの、二問出る時あると思います。それは特実で。で、その特実でですね、二問。答連に当ててしまうとね。解説が。あの。一時間になってしまうんで。ええー。 まあ、とりあえず書く問題は1問にしたいと思います。で、えー、残りの1問はですねあの宿題として提出していただくかあるいは授業の流れでねあの答案構成今からちょっと時間計るから答案構成やってみましょうというそんな形で、えー、実施をしていきたいなとこのように思います。はい、そして、えー、こののね、あのー レジュメなんですけども、はい、このレジュメですけどねあの、ちょっと見ていただきたいのは、例えばこの、これ、過去の問題なんですけどね、まあ、別にこれの解説講義をしようと思っておりません。で、まあ、レジュメがあの用意されてるんですけど、答案例として、まあ、ご覧くださいね、こんな感じの答案例がある,あるんです、イメージでいいです。 でえーまあ、この模範答案でもいいんですけども、まあ、やはり私としてはねその型を確立してほしいなというところがありますんでちょっと見てくださいねわかりますかね、まあまあ、似てるような気もしますけどよりよりです、ね、見出しを駆使してるというのはご理解いただけるかと思います。えーまあ、私がよく言っております技業権限 業権限ね、うん、これはの侵害かどうかなので、まあ、特許制は検討すする必要ないいと思いますあの差し止め請求かどうかの差し止め請求できるかどうかはね特許制まで判断する必要あるんですけどまあ,あのよ,よく俗に言うねまあ経営式論ですよねこれね。うん。 えー、この正当な権限とは理由というのはね実質論ですよねうん、えー、つまり形式論と実質論とはいで、えー、この型を確立することで迷いがなくなると。 いうことですね。まあ最終的にほら結論も述べますよと締めくくりですからね。はい、まあ侵害だという結論になっております。はい、条文もしっかり出てますよほら。七十条一項二条三項一号六条七項ね。まあこうこういうのをね形式論三点セットという言うんだけど、非常にね基本に忠実だよ。 3つ、ね、条文が出るとこういうところも、ね、しっかり指導していきたいあの単なる作文を書いてるわけじゃないんでね、えー、でこれはの最低制度を聞く問題だけどね、あのー、3つの最低制度をしっかり聞いてますよほら不二子やね不実施公共の利益あこれはあれか自己実施を聞く問題ではないですね失礼しました不実施と公共の利益の問題です であとはまあ無う審判なんだけどまあ,あ私のね答案っていうのはご覧の通り、まり、あ、そんなにたくさん書こうという姿勢ではなくてむしろ少なく書いて高得点を取ろうというそういう,う指導方針の下で、まで、あ、皆さんは学んでいくと。だから向いてる人としてはねなんか時間が書く時間がねなくていつもあの困ってるとかね えー、なかなかそのたくさん書けないんだとかそういう人はねたくさん書けなくてもあのいいんだよというそういうところをねこの実感してもらいたいなと、まあ、レックの塔は結構頑張ってねたくさん書いてますけど、まあ、これより少ないでしょね一1ページ分ぐらい少ないですよ、はい、で商標の問題これ過去のあ商標の問題ですエルゼミのでこれも別にあの解説する気はなくて 私のこう答案構成ね、時系列もしっかりこうやって開示していきます。これはあのあの私が作るんですよ、こういうのはね。で、えー、これはどっちの答案やったかな、あ、これはレックが用意してくれた答案です。ね、しっかり頑張ってね、すごくあの全体を見せましょうか、こんな感じですよ、ほら、左から始まって右下で終わるみたいなね、すごいです。で、私の答案はと言いますとね、あのご覧の通り、 この見出し重視で、ね、もうす,ごくすごく短いですよね結論理由型ですごく短くなっております。はい、であのこれも見ていただくと分かるんですけどね、えー、あの非常にこう短くコンパクトに、えー、まとまっているのがお分かりいただけるでしょうか。はい、そんな感じです。 であとねこういう「型は知識よりも早く」ということでね、えーまあ、やはりその知識はね、まあ後から身についてくるもんなんですけどあの型っていうのかなあの骨組みっていうかあそういうものがねまず身についてないとね、あのー、常に場当たり的な答案になってしまい、まあ、それだけでもなんかぐじゃぐじゃっとしたようなね感じになってくるんですよ。 で、こういうふうにいろんなパターンがありますからね。まあ、そういうものをこのゼミではね、えー、伝授していきたいなと思います。意匠にもあるんですよ。商標にもご覧の通り、いろんなパターンがございますから、こういうものをマスターシックで、またほら一行問題対策をね。抜かりないということで、あの大体わかっていただいたでしょうかね。はい。 であとはそのパンフレットを見ますとねこのカラ,カラフルなパンフレットを見ますとあの、まあ、それぞれの先生のねあー開講時期が書いてありますから、えー、これを見ると12月の7日あ開講で,ございま,すでまあそうですね他の先生はですね土曜日とか日曜日、えー、ですけどもこの「エルゼミスペシャル」はですね月曜日というね あのそこはちょっとね、あのまあやっぱ土日に比べると不利益的な感じはします。そこでですね。あの。まあ、この月曜日クラスですから。あの会社。勤めの方。大変だと思うんでね。あの欠席ウェブフォローが。まあ、付いてますんで。あの、そこはね、えー。ご安心ください。ね。あの。どうしても。月曜日残業が。 遅くて来れないよという人も、えー、安心であるということです。欠席ウェブフォローがついてるというところはあ自信を持ってねおすすめしたいなとこのように思います。24問全問全新作ははどの先生も同じ条件です、ねはい で、まあ添削はねまあ基本的に1週間返しをしておきますけどね、えー、あの私がねあの教えて次の回安西先生ですけど、まあ、安西先生の会の時もいますんで私はねで、逆に安西先生が教える会はもちろん安西先生いるけど教えない会つまり俺が私が教える会の時もいますから。うん <laughs> あの何な,なりと質問とかね自由にしてくださいで一応さっきも言ったけど私のポリシーというか指導方針はあその短く書いて高得点これを目指しますんでねはいここに書いてます皆さんがおすすめの会社は事務所におけるできる人の文章を思い出してくださいと、ね、できる人ほど例外なくまず説明短いはずですよ 便利試験のの一発合格者のも短いんです実はああだから本ゼミでは読み手にポイントが伝わり簡潔な合格答案これをまあ伝授しますねたくさん書ける人はね、まあ、そういう悩みはしないと思うんですけどねやっぱり多く書けないんだっていう人には本当ね向いてると思いますよで一行問題にも強くなる現場で考えて何とかなる事例問題とは異なり一行問題はね知らなかったら終わりなんです。 またあ勉強歴の浅い人ほど一行問題に弱いものですね。本ゼミではあ一行問題テキストミアレジこれを駆使し一行問題に対する苦手意識を払拭しますね。副次的な効果として、えー、口述対策にもおなりますよ。はい、えー。講師が本校に常駐してますわからない箇所は即座に解消し、えー 学習を滞らせませまんとということでね、まあ、ゼミ実施日はもちろんいますけどそれ以外にもあの私か安西先生がね、えー、いて質問等に対応しますからね、えー、刑事課のまあ相棒にも負けないほどの絶妙コンビでもう本当ね9年続いてますからね「L ゼミスペシャルね」ねまあそういう,うあの、まあ、コンビネーションで皆さんをサポートしていくとねそこは本当とに、まあ他のゼミと 違うところなんで、ねまあ、皆さんもあ,のある意味ねずっと同じより空きが来なくていいのかなっていうところもありますねはいで私と安斎先生はもちろんあの指導私に指導を受けて受かった先生なのであまあぶれてないとね指導方針がぶれてませんのでただあの若干厳しい病いはあると思いますよ採点のね あの安西先生のはき厳しいんじゃないかなより私よりねうんあのー、私が厳しい頃に受かった私が厳しく指導している時に受かったもんですから厳しく指導してくれますよねまあそんなところですわであの安西先生はあの多分自分で、えー、ちゃんとアピールするでしょうからね、えー、私がああだこうだ言うまでもないと思いますよねはい。 まあそんなとはそうですねあの過去問とかが大体いいレジュメについているのかなちょっと待ってねゼミ教材ああここに書いてありますほら自習用教材として当連問題にはね すべててずつ過去問が添付されておると。で、各実施会で実施した論点が過去の本試験でどのように出題されているのかそして同様の論点がどのように形を変え繰り返し出題されているのか過去問を使い確認復習していきましょうということなんですが「エ、ま、ル、あ、ゼミスペシャル私と安西先生」の えー、コンビのまあ、売りの一つでもあるんですけどね。あのー、単に、えー、当連の会当連で出た新作問題、えー、これはもちろんあの転作するんですがね。この過去問もあのー、出してい,いことになってます。はい。だから例えば俺の会に例えば平成24年の問題特実問題1が出たとするとそれも あの私に出していいといととうことです、ね、で安西先生の会の時に、えー、例えばじゃあ適当ですよ令和元年意症法がついてたら、うんうん、それは安西先生に出していいという、ねうん、まとめてドカッと出さん,んだよそれは困るからねそれぞれの先生にその会の過去もを出せるというね、えー、まあそこは本当にねあのこれまでも、えー、受かった 先輩受験生からも好評を頂い,いておりますからねはいまあそんなところですわはいじゃああ,あとはね安斎先生の説明も見て頂い,いて、えーまあ、ぜひあの歴史と伝統のね宮口安斎クラススペシャルクラスをねあ選んでいただくと嬉しいなとそしてまた選んでいただいた暁には我々 2、えー、人であの全力でね皆さんの合格を後押しし、えー、目標に向かって全力であ指導していきますからぜひ来ていただければなと思いますはいそれでは皆さんこの辺で、えー、終わりますからよろしいでしょうかはい はい、それでは、えー、新宿エルタワー本校の宮口安西スペシャルクラスのゼミの説明の私の分これで終わります。それでは皆さん、えー、実際のゼミでまたお会いしましょう。それでは失礼いたします。